源氏物語、源氏物語、各条のあらすじ松風。将風は、源氏物語54条の巻名の一つ。第18条。巻名は、作中で、赤子の二君が読んだ和歌、身を変えて一人帰れる山里に聞き死に似たる松風ぞ。服にちなむ。光源氏31歳秋の話。二条東院が完成し、源氏は、西の隊に、花散る里を移らせた。 東のタイには、赤氏の味方を迎えるつもりだったが、赤氏入道は源氏に、文で、娘、赤氏の味方も住み慣れた、ここを離れて、上落することには、不安を抱えています。と伝えた。大井川近くの山荘を修理して、娘をそこへ住まわせることに決めたという。ちょうど源氏が建てた、佐賀野の,の御堂も近くにあり、赤氏の味方は、父入道を一人赤氏に残して姫君や、 母に君と共に上京する。しかし源氏はなかなか大関を訪れず、赤氏の味方はことをつま引き無料を紛らわせていた。源氏は紫の上に気を使いながらも、御堂の様子を見に行くとの口実でようやく大関を来訪。赤氏の味方と3年ぶりの再会を喜び合い、また初めて見る娘の愛らしさに感嘆した。姫君を将来の記載がねと考える源氏は、 その羊の低さを補うためにも、ついたちも、早く姫君をとへ迎えたいと考える。源氏から姫君を幼女として育ててほしいと、相談された紫の上は、もともと子供好きなこともあり心よく承諾するが、姫君と引き離される、明石の味方の心を思いやって悩む源氏だった。ありがとうございます。